大家早安，早。今天啊，我跟文章要去我们两个的结婚一周年的旅行，耶！这次我跟文当要去结婚一周年旅行，是去年文当在熊本跟我求婚的旅馆，因为我们两个印象中那一次晚餐真的太好吃了，超想再去一次，又觉得那个旅馆对我们来说真的很有意义，所以我们这次决定要回熊本。熊本はね、俺とルーちゃんが夫婦になった場所なんで、すごいね思い出深い場所となっております。希望这次晚餐的菜色和去年一样。前ね、めちゃめちゃ美味しかったんで、今回もぜひね食べたいなと思って同じコースにしました。那我们走吧。我们两个现在机场哦，飞机乗るのも久々だしさ、ワクワクが止まらないね。我们到熊本了，熊本。私は熊本省に会いに来ました。懐かしいね。いや、久々に来たよ。我们两个这一次呢，在熊本机场租车，然后现在要开车前往那个温泉旅馆。我们这一次租车是有先打电话预约，觉得这样比较保险，因为有时候车速会不够，所以如果大家在日本租车的话呢，建议还是先上网预约会比较好。然后文当又戴上了他久违开车用的太阳眼镜。サングラスになりました。もうね、東京じゃね、本当運転することがないんでね、こういう時につけようと思って。わざわざ持ってきました。那我们两个现在就要开车前往肥前屋，超期待。やばいね、お腹空かしとかないとね。行きましょう。 Let's go。 行きました。而且这一位帮我们拿东西的还是台湾的店员。文当现在已经来到我们肥前屋住的房间了，这个呢是他们的浴衣，我们已经换上去了。久々的浴衣。因为我跟文当这次预约的时候，我没有写是结婚纪念日一周年来。まさかここのスタッフがみんなここでプロポーズされたことみんな覚えてくれて、びっくりしました。今回車で来たんですけど、駐車場普通のみんなが止めるところに止めようとしたんですけど、スタッフの方が優待の駐車場のところに招待してくれて、去年ここでね婚約して、で1年越しにね結婚記念日としてまた来たということで優待してくれたんですよ。それでびっくりしてて、しかも皆さん覚えててくれててね。でこの館内に入ろうとした時に、おかみさんが出てきて一言目お帰りなさいって言われたんですよ。人間違えてんのかなと思って、まさかねそうじゃなかったの。まさかスタッフたちがみんな覚えてくれてて、そう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 、おかみさんだけじゃなくてみんなが、あおめでとうございますってすごい言ってくれて、うん、びっくりした。まあ、そもそも覚えてくれてるような希望とかも全然持ってないし、うん、温かいなと思いました。さすが日本の旅館と思ったんです。いやすごい、本当さ家に帰ったみたいだった。本当にそれでお客さん本当一人一人大切してるなっていうのがすごく感動しました。本当に、いや本当覚えててくれてるってすごいなんか嬉しいね。而且他们这次帮我们安排的房间还是卡多贝啊，房间比之前更大，我们拍给大家看。那现在我们来带大家进行简单的ルームツアー。ルームツアー担当させていただきます。運担です。まずですね、こちらの方シャワー室とトイレとなってございます。厕所呢是免治马桶。好，出来出来，当出来出来。然后这里是洗面台和我们洗澡的地方。等等，虽然洗澡是会在温泉，但是还是介绍一下给大家看。他们这里的备品超级丰富，然后还有男生专用保养头皮的东西。然后这是洗澡的地方，但是我们今天应该不会用。然后带大家去看房间。哇！这边等等，房间超漂亮的。見て、ソファーもあるよ。我们上次住的是另外一种形式，那这次呢是有沙发。びっくりしたのが二つあって、まず一つ目。真的超感动的啦，这个。这个。是花，他们有特别准备花给我们。本当は私がルーちゃんにサプライズしようとして電話して花とかサプライズあげたいんですけど、もう間に合いませんかねって言ったら、あちょっと厳しいかもしれないですねって言われたの。でまさかご用意してくれました。本当にすごい感動しました。あと一つはあります。こっちの方がもっと感動したわ。じゃん、手紙です。这个超级感动。本日のご来館ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ご結婚1周年目の記念日にご利用いただき嬉しい限りです。ささやかですがお花と冷蔵庫の中に杖立てプリンを用意しました。お二人とも喜んでいただけたら幸いでございます。私にとって思い出の残るご滞在になりますように、本日はどうぞごゆっくりとお過ごしください。そしてここから、ね、中国語を書いてあるんですよ。真的很开心可以再次见到陆奖跟文当，也很谢谢你们特地回到熊本，希望这次的旅程也能留下许多美好回忆。结婚周年快乐啊！
と感動した。跟大家说，刚才其实文当一开始看到这封信的时候，他就哭了。これ本当弱いんですよ。まあまだね、もう一つ冷蔵庫の中に入ってるみたいなんで見てみましょう。ダダン。ダダン。見て、是紫叶塔テプリン。このプリンは受付の隣で売ってるんですけど、私の文壇はさっきは受付の隣で、これ買おうかな、まあ夜買おうの話してる時に、もうホテルの人がずっと見てました。なんかね、そわそわしとったね。そう。すごい、本当ね、こういうの感謝します。ありがとうございます。本当ありがとうございます。一周年おめでとう。谢谢。那这次肥前屋还有给我跟文当免费的保龄球使用券，文当超开心，因为他最喜欢保龄球了。ボーリングめちゃめちゃねやりたかったの最近やってなくて、頑張るぞ。文当加油！加油！加油！すごい！我跟文当要拍纪念结婚一周年的大头贴。好酷，可以选自己想要什么样的脸。喜欢是动漫家教。可以选推荐、可爱、漂亮跟自然，当然选自然。好酷，全部都会帮忙编辑。这个是我跟文丹拍的结婚一周年纪念的大头贴，虽然不能自己画图，可是有九张，觉得好值得纪念哦。いや、本当思い出になるね。我跟文丹每次拍大头贴都会把它收集起来，又多了一个收藏了。1個売れました。现在要吃我们最期待的晚餐了。好期待哦！一周年おめでとう。ありがとうございます。久しぶりにご対面いたしまして、はい、まだ来てくださってみんなも楽しみにしておりましたので、あ、ですか、うん、ありがとうございます。みんな今日私がね、運よくここで書かれてございましたけど、はい、皆さんに会いたいだけ。あ、本当ですか。今日はバラの花束はないのかしら。あ、今回はない。言いながらね。すごい、みんな覚えてくれてます、ね。皆さんが覚えてくれて、すごい嬉しいね。よかったね。もう毎年来よう。なんかみんな本当部屋番号見るだけでおめでとうございますって言ってくれて。そう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 。なんか本当帰ってきたって感じだよね。家みたい。干杯。干杯。あー、好美味しい。他们这个前菜闻起来超香，一定超好吃。他们这里每一道都非常的好吃。我跟文章这次有单点柚子酒。然后他们刚才送酒的时候还跟我们说，这次可以帮我们两个拍照，在我们回去的时候再给我们照片。本当さ、ここの人温かくて感動しちゃうね。然后是生鱼片，我们终于又可以吃到正宗的九州酱油了，好开心哦！而且跟大家说，我们这次这个房间跟上次那个是同一间房间哎。前と同じってのまたなんか優しいよね。なんか幸せ、もう幸福度がめっちゃ高い。ね、来てよかったって本当思う。僕もいただきます。OK。この九州ジャンヨがまた美味しいんだよ。やばい。カツマ。超好吃。柔らかくて甘くてフルーティーで。私びっくりしたんだけど、天哪，真是太好吃了吧！好夸张哦。天哪。天哪，太好吃了吧！我们的寿喜烧来了，这个是大分县产的牛肉。这个牛肉超好吃，上次吃超软的。然后他们说呢，要我们先放菜。再放松茸，然后再放肉，好吃哦。然后是龙虾烧海胆也来了，五你一百，加倍。めちゃくちゃ美味しい。いや、ルーちゃんここまで言うの珍しいな。あ、美味しいわ。でしょ？五你你刚才那个怎么食べる？嗯，很多很多，真的真的好吃。它这个海胆酱看起来非常的浓，可是其实它整个味道没有到那么重。就是非常的刚好，超好吃哎！这个老板，哇！もう食べる前から美味しいって分かるやつやね。哇！天哪，上次这个肉真的让我印象太深刻，真的太好吃了，真的。然后还有松茸饭应该也好了。哇！感觉超好吃，这个饭就是要搭寿喜烧一起吃。豚骨牛って結構脂身が多いんだけど全然脂っぽくないんや。しかもめちゃくちゃ柔らかくて本当美味しい九州の。美味しい。うん。你好。你好。バイバリー。あ、すごい。今コロナ禍でほら皆さんおいでってませんけれども、はい、私はよく来ていただいた。ああ、そうなんですね。
みんなその練習をしてるんですよ。我々も喋れたりして。大丈夫、ふうちゃん一個一個喋れるから。吃完啦。吃完啦。とてもとても好吃でした。とてもとても好吃でした。吃完饭回到房间，棉被都已经铺好了。每次看到这样，觉得好罪恶哦，因为吃完饭想睡觉。現在の時間は夜の10時45分でございます。プリンが入ります。わー、今日うちの夜のデザートでございます。前回に来た時もね、食べたんですけれども、とてもとても美味しいんです。しかも前は1個しか食べてなくて。いく？メイクどうぞ。いただきます。カイドン、カイドン、カイドンだ。トロトロ。うん、とろけます。この色は違うね、その時は赤で、今回は緑。お、アミューズメントだ。この従業員の方から1年ぶりですねみたいなこと言って、あ、もうほんと1年経ったんだなって思ったよね。この1年もすーちゃんありがとうございます。こちらこそ。今回ほんとすごいいい旅行だった気がする。まあ、あと結婚して1年経ったわけですけれども、まあ、最初はねやっぱり実感がわからなかった。ほんと同棲の延長線上だなとは思ったんですけど、やっぱりなんか行事、市役所行く時とか、やっぱ夫婦として見られること、指輪買ったりとか、あと部屋買ったりとかね、まあそういうところでいろいろ結婚したんだなって本当に実感が毎回1年でしたね。いろいろね、俺も考えて、将来の子供のこととか、やっぱそういう価値観とかも非常に合ってて、さらに愛が深まった1年じゃないかなと思いました。まあこれからどんなことあるか分かんないんだけど、これからも2人で喜びを共有できて、もし困難があれば一緒に乗り越えればいいなと思う。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様もいつも動画を通して私たちのことを応援してくれて本当ありがとうございます。実際は会ってないんですけど、でもコメントを見たりとか、あの DM を見たりとか、いつもすごい元気をもらってて、本当いつもありがとうございます。すごく温かいコメントが多くてとても嬉しい。今回の結婚1年目旅行、まだ明日もありますけれども、本日はこれにて終了します。まあまた明日の動画も皆さんに公開しますので、お楽しみにしてくれた、お楽しみにしてみてください。かわいい。那我们下次影片再见。大家再见、バイバイ。ワンワン。他说晚安。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても、お祭り